主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ史、技術史、交通史各国の交通史日本の交通史都線十里の私十里の私は、かつて東海道の宮宿と四日市宿を結んでいた私。1601年に徳川家康の認可を受けて誕生したとされる。ただし、熱田も四日市もそれ以前から港が開けており、徳川家康が江戸と上方を往復する際にも、 この航路を使用したことが記録されている。宮塾と桑名塾を結ぶ七里の私に比べれば、小規模であり、江戸初期には利用者も少なかったが、中期にかけては、次第に利用者も増えていったとされる。そのため、四日市塾と利用者を奪われる形となった桑名塾との間でしばしば争いが起こった。1742年に桑名塾から道中武教へ提出された書では、 紅葉及び初代名の通行には7人の私が利用されているが、一般大衆は大部分が四日市私を利用していると訴えている。1872年に厚田と桑名の間に新東海道が定められると、厚田と桑名を結ぶ航路は廃れたが、厚田と四日市の間の航路は若干の中断を挟みつつも愛知県側と三重県方面を結ぶ。 沿岸航路の一部としてその後もしばらく存続した。ありがとうございます。